すみません。この競争は芝の 2000m。 それではメンバー8頭ご紹介してまいりましょう。まず1番エッパネイヤノさん、ルモンドブリエ、506キロです。クリストフルメール55キロでの騎乗です。2番はロードカナロア産駒、カナオールウェイズ、494キロ、武豊、55キロです。3番は里のアラジンの産駒、ミスティックパワー、502キロ、横山のいひろ、55キロです。4番は大和メジャーの産駒、エリムです。428キロ、池添健一、54キロ。5番はロードエピソード、フラメンテの産駒、526キロです。福永雄一、55キロ。6番もドゥラメンテの産駒です。西野オスマン、486キロ、鮫島勝馬、55。7番は栄新光の産駒、ネイロンです。492キロ、三浦秀明、55キロです。8番は北三ブラックの産駒、我は海の子、440キロ、松山光平、54キロでの騎乗です。以上、阪神競馬第5競走、メイクデビュー阪神2歳新馬戦、芝 2000m の競走、出走メンバー8頭をご紹介いたしました。午後の競走もどうぞごゆっくりお楽しみください。阪神競馬場第5競走はメイクデビュー阪神2歳新馬戦、芝コース 2000m、 8頭です。正面スタンド前やや右手ゲートインが進んでいます。3番ゲートミスティックパワーが収まります。ルモンドブリエ入って、さあ続いて偶数番各馬、6番の西野オスマン、2番カナオールウェイズ、4番エリムと収まります。西野オスマンが今ゲートイン。最後8番我は海の子、7頭が収まってゲートの後ろで待っておりました。我は海の子収まります。8頭のゲートインが終わって係が離れます。体制完了、スタートしました。さあ若干ばらついたスタートになりました。先行争いですが、まず外目から6番の西野オスマンが前の位置を取りに行きます。2番手内1番のルモンドブリエ、2番のカナオールウェイズ、これをかわしていった3番のミスティックパワー、連れて外から8番の我は海の子、スッと後位につけました。中段以降ですが、内4番のエリム、外は5番のロードエピソード、2馬身差1番後ろから運ぶ7番のネイロンという体勢です。1600を切って1コーナーカーブし終えて、これから2コーナーです。6番の西野オスマン先手を奪ってリードは2馬身、2番手3番のミスティックパワーがつけました。残り1400を通過、3番手の位置、8番我は海の子、内からだ半分差、1番のルモンドブリエ、2番のカナオールウェイズはその外1馬身差、2馬身開きました4番のエリムが続きます。外4分の3馬身差で5番のロードエピソード、後方から2頭目、1番後ろから運ぶ7番のネイロンという体勢です。向こう上面の中歩道各馬が進んでいきます。6番の西野オスマンのペース、スタートしての 1000m は1分4秒9です。ゆったりとした流れ、これから内回りの第3コーナー、3番のミスティックパワーが2番手の位置です。3番手の位置、我は海の子、内から1番のルモンドブリエ、2番カナオールウェイズ、この辺りそれほど馬順は変わりません。その後ですが、外5番のロードエピソード、内は4番のエリムが続いています。2馬身差7番のネイロン、1番後ろから運んでいます。最頭から最後方までは6馬身ぐらい、600切りました。6番の西野オスマンが先頭、
リードは現在2分の1馬身をキープ。2番手3番のミスティックパワー、我は海の子、3番手から前に接近、内から接近、1番のルモンドブリエ。さあ第4コーナーから直線、直線に向かったところで先頭は我は海の子、我は海の子、内応戦するように6番の西ノースマン、内外離れての攻防になっています。間を狙ってルモンドブリエ、間からルモンドブリエが伸びてくる。さあ今度は粘る6番西ノースマンをルモンドブリエかわした。外をついては8番の我は海の子、2番手に上がった4番のエルム、接近してくるが先頭1番ルモンドブリエ、ゴリルモンドブリエ勝ちました。2着争い、最終的には4番エリム、そして8番我は海の子、この2頭の争い。2頭の間をつきました、鋭く伸びた1番のルモンドブリエ、クリストフルメール騎士の手綱、エピファネイアの3区、友道康夫調教師の管理馬、見事に勝利を収めております。2番手争いですが、外から一旦は先頭に立とうかという8番の我は海の子、そして最内をついて伸びました4番エリム、この2頭の争い、その後に逃げて粘った6番西野オスマンが続いております。阪神競馬第5競走を勝ったのはルモンドブリエ、勝ちタイムが2分5秒7です。上がり 800m は47秒8、 600m は35秒1です。ゆったりとした流れ、最後は瞬発力勝負、制したのは1番のルモンドブリエ、2着には8番我は海の子、3着は4番のエリム、4着は6番西ノースマン、5着7番ネイロンで点滅を始めております。タイムは2分5秒7、上がり 800m は47秒8、 600m は35秒1でした。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。阪神5レース、勝ちましたのは1番のルモンドブリエ、人気に応えて新馬勝ち、最後は間を割って伸びました。我は海の子、2着3着4番のエリム、1番8番4番です。1番人気、2番人気、4番人気、最終オッズはご覧の通りとなっております。阪神5レース確定までお待ちください。